もクラーです今回は2022年2月25日金曜日から発売しているトレニアート夜桜ロルバーンを購入してきたので紹介していこうかなと思います。今回ね2月25日金曜日10時からお店に行ってたんですけどネットも同じく2022年2月25日の朝10時から店舗と同時に発売を開始してました。 でね、記念に東京駅と一緒に写真を撮ってきたりしたんだけど、すごい天気がめちゃくちゃ良くて、朝早起きして朝一で行ってきた回があったなと思いました。<laughs> そうそう。で、電車からね、丸善のビルが見えたので、ついでにね、寄り道してきた購入品もおまけ動画でつけるので、ぜひぜひ最後まで動画を見ていってください。じゃあまずはロールバーンの話。今回買ってきたのが、こちら。えーと、 新作の桜のロルバーンなんだけど、前回の東京駅のロルバーンはこんな感じで、緑色の白押しがすごい可愛いロルバーンだったんですよね。それが出たのが2020年だっけ ?2020 年の春だったので、1年空いての新しい柄かなと思います。今回は3冊買いました。すごい反射だね。なんか、 やだな。あ、黒いからか。ロ <laughs> ルバーンが黒いと反射がね、強くなるんですよね。どうしようかな。こんなもんト <laughs> レニアートのショップのカードももらってきました。で、今回は、夜桜モチーフで、一冊税込み770円。M サイズはなかったです。今回は L サイズのみの販売になってました。見ていこう。 今回朝市で行ったんだけど、同じくね、朝市で開店待ちしてる人がいて、その人もゴボッと3冊ぐらい買ってってましたね。ね、今回ね、見たことない白押しだと思うんだよね。ただ動画で伝わるかな。なんかね、オーロラ白押し虹色の。光ってない時もね、わかるかななんか、光ってない時もちょっと、 みょわっとオーロラ白押しになってるんですよね。いつも銀に虹色白押しとかだと思うんだけど、これ常にどの角度でも虹色に見えるんですよね。伝わるでしょうか <laughs> と、銀リング、コンバンド、夜のロルバーン。夜のロルバーンって他にもあったよね。丸の内限定と、あとは、ちょっと待って、東京駅。 これか丸の内限定とあともう一個あったよねイルミネーションのえー、こんなのあったっけめっちゃ可愛くない朝焼け全部2冊ずつ持ってるからちゃんと買ったんだろうなこれですねこれが出したかったイルミネーションとかが他の夜で出てたかなと思いますすごい自分が持ってるコレクションあんまり出してこなかったけどこんな持ってたんだひまわり柄とか <laughs> 紹介してないよね え、朝焼け持ってんの知らなかった。持ってたんだね、そのままに。ほんで、<laughs> なんだっけ、他のは紹介したよね。それで、えー、表記が東京ステーション丸の内ビルディング限定になってます。鳥にはと限定じゃないんだね。今までもそうだったっけ今までもそうっぽいな。って感じ裏面はこんな感じ。 金額書いてないね。まあ、夜桜って公式に書いてあるので、夜桜柄なんだと思います。開けちゃおうよ。ちょっと、そうだね。さっき、発光し伝わんないなって言ってたけど。開ければ伝わるかもだし。伝わるかなーあ、わかるかなこの、ミョワって感じ。ただの銀に、オーロラって感じじゃなくて、いや、銀に虹色って感じじゃなくて、なんかオーロラ発光しみたいになんかね、 キラッとしてるんですよね。ダイアリーで出るあのオーロラロールバーンみたいな光り方をしてます。伝わるかな <laughs> そんな感じ、中身は多分普通だと思います。ね、普通の無地のロールバーンになってます。今回ね、すごい JRE モール、これのオンラインで買えるサイトがあって、そこでね、 紹介されてたのがすごい細かく載ってて、ロルバーン自体の説明とかすごい丁寧に商品紹介されてていいなって思いました。しまいます。ってことはさ、これさ、これ多分夜の9時だと思うんだけど、他のって時刻違うのかな花火ロルバーンも夜9時。昼間の柄も朝9時でした。じゃあ、終わりかな <laughs> ロルバーンの紹介は終わりで、 えっと、寄り道して買ってきたものを紹介していこうかな。一旦ロルバーンはしまいます。よいしょ。2冊保存かな <laughs> 1冊使用用で。やっぱ東京駅のロルバーンって、その続いて出ていくっていうか、柄違いで多く出るので、コレクションの違いがあるので、たくさんストックしたくなりますよね。<laughs> で、寄り道したのがマルゼン。 あの、マルゼン、そこ大きいお店で、1階から4階までマルゼンの本屋さんになってて、マルゼンロルバーンがあるかなっていうのを見に行ったんですよ。レモン柄のロルバーン追加であったら買いたいかなと思って、ふらっと見に行ったけど、置いてあったのは、レアリゼの全部の柄と、20周年ロルバーン、あの3色出た、20周年ロルバーンの赤と紫のみ、オレンジはなかったな。多分レモン柄っぽいから売れたのかなって想像してます。で、買ったのが、 アルゼンュ純ク堂限定かなの、じゃじゃじゃん。浅田買いました。楽しみ。私、四畳半神話体系の絵が好きなんですよ。アニメとかになってる。あれは作家さんの名前なんだったかな中村祐介さんだ。味感のジャケットとか書いてる人ですね。の、コラボの浅田飴が限定で出てたので買いました。でね、3種類しかないと思ったんですよ。レモン味と、 あとは、えー、赤玉りんごとあとはこれが白桃ですね白桃のこの3種類しかないと思って行ったんですよ。で3種類買うつもりもなくて白桃私桃味の飴とか飲み物が苦手なのででこのイラストもそこまで好みじゃなかったので白桃なしでレモンとりんごだけ2個買おうかなって思ったんだけど。 なんと、今年限定の柄があって、これ欲しいと思って、この3つ買うんだったら1種類だけ買わないのはちょっともったいないなと思って、結局全種類買ってしまいました。<laughs> 可愛くない。全部映せる。めっちゃかわいこの限定の柄と、これめっちゃ可愛いよね。 もう一個買ってもいいぐらい、すごい豪華な、可愛い,いデザイン。これと、でも同じ子だよね。赤玉リンゴ。この子と、白桃。ちょっと最近風の原宿っぽい、ふわっとしたカラーの子と、これが一番好み。レモン、和風の、やっぱ、丸ンと言ったら <laughs>、レモンなので、これで。 買っちゃいました。そんだけ買ったから何というわけじゃないんだけど、買っちゃいましたね。ロールバーンは買わずに、飴を衝動買いしてしまいました。これね、ネットで見て、マルゼンにいるよっていうのを友達に送ってたら、これ売ってるけど、欲しくないのかいっていうのが来て、一応見てから考えるって言って、場所がわかんなくて店員さんに聞いたんだけど、目の前で聞いてて。<laughs> このコーナーの目の前で、 この飴ってどこに売ってますかって言ったらこちらですって言われましたね。そんな感じ。これは後で美味しく食べます。全部薬用ののど飴なので、まあ一日1個とか出かけるときに舐めようかなと思います。あとこのマルゼンの紙袋も今日の日記のコラージュに使います。テープもねちょうどいいところで切れてたので、コラージュに使おうかなと思います。トレニトのタグもね。あともう1個。 全然関係ないところで寄り道したのをおまけのおまけとして動画に入れときます。それも衝動買いだな。今回衝動買いしたのが、じゃじゃんジョイピッツ。<laughs> 本当にただ衝動買いしました。可愛くて。なんかね、もっといろんな種類があったんだけど、果物柄が好きなので、果物セット選んで買ってきました。海の生き物とか動物とか、あとスイーツと果物と、 何があったかななんか、お姫様セットみたいなのとかがあったんだけど、果物がいいかなと思って買ってきました。ただパチパチするだけみたいなので、作っていこう。かわいいよね。果物柄に弱いんですよね。かわいい。<laughs> 開けていきます。っとせっかくかわいいパッケージで、この辺切っちゃうのもったいなかったので、裏面に切り込みを入れました。ここから開けよう。 バサーッと出しちゃうバサッと。<laughs> かわいい。一個だけね、大きめのパーツが入ってます。で、ブレスレットだと4本、ネックレスだと2本できるみたい。やっていこう。ま,あ、まずは好きなのをくっつけていこうかな。ぶどうと、え、どの順番にしようかな。ぶどう、バナナは黄色だよね。 バナナ。かわいい。うどんバナナ。次がピンク系。えー、いちご。いちご。りんご。これで4種類全部。でね、色はバラバラについてるので、もう色関係なくくっつけてってもいいんだけど、私はこのループにしようかな。どうしようかな。 ぶどう好きなんだよね。ぶどうとバナナ多めにしようかな。ぶどう。バナナ。どうしようかな。でもこのまま作っていこうかな。残りは寝室とかの壁に飾ろうかなと思ってるので。<laughs> とりあえずこの色通りにくっつけていこうかな。お外で使うものなので。よいしょ。えー、ぶどう。でね、全部ね、その、 これ果物シリーズだけど、シリーズによって色も違ったんですよ。すごい可愛い青い色が入ってるのとか、オレンジが入ってたりとかしたので、子供とかは一個ずつ友達と交換したりしても楽しいかもね。バナナ。おいしょ。バナナ。イチゴ。楽しいね。昔さ、なんか、星とかハートのチェーンみたいなやつとかで遊んでました。あれなんて言うんだろうな。たまに原宿で今でも見るよね。えー、緑。リンゴ。 何個ぐらいくっつければいいんだろう、これ。よ <laughs> いしょ。まだまだだよね。まだちっちゃいよあと一周分かなぶどう。よいしょ。バナナ。よいしょ。これね、手挟むとめっちゃ痛い。さっきからね、手パチンってやるたびに、ここのね、隙間に指挟んでるんだけど、すんごい痛い。<laughs> と、りんご。じゃない、いちご。りんご。これで。 よいしょ。ちょっと子供には力がすごい大変そう。で、これでループさせて、完成かわいい超好み。入るかなあ、外れちゃった。超好み。かわいすぎ。できた。かわいいちょっと大人がつけるには派手すぎるかもしんないけど、すごいかわいいので、つけよう。 えめっちゃかわいい。<laughs> 今日のおまけ動画はこんな感じでした。いいな。たまにこういうのいいよね。童心に戻って。そんな感じです。まあ、ブレジェットじゃなくても、チャームとしてカバンとかにつけてもかわいいですよね。そんな感じ。いや、これめっちゃかわいい。<laughs> えーっと、次の動画もお楽しみに。バイバイ。